植物にも感情がある。どうも、一星です。今日はですね、かなり久しぶりに、フィロデンドロンのピンクプリンセスですね。夏頃にメイクやってる友達のガクの家にね、持って行った植物ですね。この動画なんですけど、それがね、まあ、動画ずっと見てくれてる方だったら知ってると思うんですけど、ピンクプリンセスに関しては、ホライゾンさんの方で2株購入してまして、用土植えの結構大きめの子と、一番最初に買ったハイドロカルチャー仕様の苗ですね。それはすごい小さくて、ピンクの葉っぱっていうのは全然出てなかったんですけど、その株と2株購入してるんですよね。で、ハイドロカルチャー仕様だった株の方は、後々ホライゾンさんの店長さんがなんかピンクの葉っぱが出てくるのって、もしかしたら株によるんじゃないかみたいな話が結構出てたんですよね。ピンクの葉っぱ出ない株はもう育てても出てこない気がするみたいなことを店長さんも話されてたんですけど、結果的にはね、見ていただいたらわかるんですけど、やっぱりピンクプリンセスはもうピンクプリンセスなんですよね。ずっとね、ピンクの葉っぱなんて出てなかったんですけど、育てたら全然出てきたんですよね、この子。めちゃくちゃ綺麗なね、ピンク色の葉っぱが出てきまして。一星の動画。あ、なんだ、結局育てたらやっぱ出てくるんじゃんみたいな感じで、かなりね、感動したんですよね。この子なんかね、買った時なんて普通にこの辺の、この緑色の葉っぱしか全然ついてなかったんで。だけどまあ、購入した時はまだ情報がすごいなくて、育てたら出てくるんじゃないかみたいな話だったんですけど、後々ね、もしかしたら株によるかもしんないみたいな感じの話に変わってきてて、マジかみたいな風に思ってたんですけど、結果的にはね、本当にめちゃくちゃ綺麗なね、ピンク色の葉っぱが出てきてくれてます。やばいでしょ、これ。ちょっとね、上からもお見せしましょうか。はい、こんな感じですね。やっぱりね、ハイドロカルチャーで育ててるんで、すごい小さな感じで、まあ、ミニマムな感じで育ってくれてるんですけど、これはこれでやっぱ可愛いですよね。用土植えでやっぱ育てるとめちゃくちゃ大きくなっていくんですけど、ハイドロカルチャーって基本的にやっぱり成長も遅いし、あんまり大きくは育たないじゃないですか。まあ、今ちょっとね、僕ハイドロカルチャーの入れてた入れ物が小さくなってきたんで、水差しにしてますけど、まあ、こういうね、水差しとかハイドロカルチャーで、このまま、小さな感じで、こう、机の上とかでね、こう育ててあげれることができるっていうね。僕結構里芋科の植物でポトスとかもおすすめですよって、育てやすいですよって紹介してますけど、このフィロデンドロンもね、やっぱりすごく強いんで、同じ里芋科の植物なんでね、こういう感じで全然水差しとか、そうですね、ハイドロカルチャーとかでも全然育てれるし、すごいおすすめなんですけど。一星の動画。その中でもね、このやっぱりね、ピンクプリンセス、このピンクの葉っぱがね、入ってくるのがやっぱり可愛いなって思いますよね。すごいなんか独特っていうか、僕シルバーメタルとかも好きなんですけど、このピンクプリンセスもね、やっぱすごいね、お気に入りです。ちょっと葉っぱね、寄れるところまでカメラで寄ってみますね。上からライト当てて、ね、こんな感じでーす。もっとね、なんか葉っぱの半分くらいね、ピンク色が入ってる葉っぱとかもね、多分ずっと育ててたら出てくると思うんですよね。これでもね、かなりピンクが入ってる方だと思います。いい感じのね、葉っぱが出てきてくれて、すごい嬉しくて動画にしてみました。だってこの子ね、ピンクの葉っぱもつかないじゃないかって言われてたんで、いや、つきましたよってね、店長にも言ったんですけどね。まあ、そんな感じですね。一星の動画。はい、そんな感じで今日はですね、久しぶりにピンクプリンセス、もう一回ね、横からお見せしときますけど、このね、ピンクプリンセスちゃんを紹介してみました。僕ですね、ツイッターとインスタグラムもやってるんで、よろしければフォローの方よろしくお願いします。と、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。